つ何者？多分別の世界線であったんだろう。どういうこと？すまん、うまく説明できないんだ。記憶がはっきりとしなくて、俺が今までどんな世界線を経験してきたのかもわからないし、ここがどんな世界線になっているのかも謎だ。逆に問いたい、ここは一体どんな世界線なんだ？スズハを知ってるか？アマネスズハ。もちろん、ブラウン管工房でバイトしてた子でしょ。知ってた。過去形だな。だって何日か前に辞めちゃったじゃない。ラジカンのタイム人工衛星。それとどんな関係があるのかわからないけど、突然消えちゃったわ。あんたが話したこと 99% は理解できなかったけど、残りの 1% については分かった。とにかく例のリーディングしたいなとかいうやつが発動したのね。あんたは別の世界線のどこかで D メールを送り、その結果この世界線へと移動してきたと。違うんだよクリスティーナ、ことはそんなに単純なものではない。俺はおそらくタイムリープしてきたんだ。嘘。嘘ではない。冗談でしょ。冗談ではない。俺はこの世界線上の未来で16時ちょっと前へと時間を遡ってきたんだ。タイムリープマシンを使ったっていうの？そうだ。どうして？実験はしないって言ったじゃない。理由はわからん、覚えてないんだ。その割にはさっきの話よどみなく喋ってたわよね。別の世界線での出来事については覚えてるみたいな口ぶりだった。そうだな。だがこの世界線のことについては何もわからないんだよ。このチラシは何だ？秋葉発明コンテスト。俺はこんなものをポケットに入れた覚えはないぞ。スケッチブックの件についてもそうだ。我が神聖なる未来ガジェット研究所にあんなものは存在しなかったはず。それからマイルのこともマイルがさらわれるなんて歴史についても、俺は何も知らないんだ。
失敗したんだ。記憶データの転送ミス、コピー&ペーストに失敗したのよ。もしかしたら岡部の仮説が正しかったのかもしれない。過去へ転送したデータが何らかのミスによってフラクタル構造化してしまう可能性もある。そう言ったでしょ。それで俺は記憶喪失。わからない、わからないけど、可能性の一つとしては考えられないこともないわ。いずれにせよ確かなことが一つだけある。タイムリープマシーンは欠陥品だったってこと。いや、そんなはずはない。別の世界線では正常に機能していたんだ。じゃあこの世界線での私がミスったんでしょ。何らかの重大なバグを取りこぼしてしまったのよ。ねえ岡部、もう一度だけ聞くけど、本当にタイムリープする前のことは覚えてないの？それってなんていうか、ちょっとまずいんじゃない？どういうことだ？さっきも言ったけど、岡部はタイムリープマシーンの実験はしないって宣言したわよね。にもかかわらず、あんたはマシーンを使って16時ちょっと前へと飛んできた。ってことはタイムリープする直前に何か深刻な事態が発生したと考えられるわ。きっとそのせいでマシーンを使わざるを得ない状況に追い込まれたのよ。しつこいようだけど、もう一度思い出してみて。タイムリープする前に何があったのか、つまりこれから何が起こるのか。どうしてもダメなら、まずは取っかかりとして今この時刻に何をしてたか、そこから順を追って辿ってみるのも一つの手よ。そうだクリスティーナ、俺はお前と買い出しに出かけたんだ。買い出しって何の？開発評議会のだ。おかしい。だって買い出しだったらさっき私と橋田が。ああそうだな、この世界線ではそういうことになっているようだ。しかし俺が知っている世界線では買い出しに行くのは俺とお前の二人なんだ。で、それから何があったの？その世界線では買い出しを終えてラボに戻ると、3枚の宅配ピザがテーブルの上に積み重なっていた。3枚も？誰が食べるのよ。愚問だな。橋田がほとんど平らげたのね。その通り。ピザを頼んだのは誰だ？俺とお前が買い出しに行っている間に注文を。その後は？その後は、その後は、まずい。まずいぞ。なんなのよ、何があったっていうの？
俺だ。オカリン、マユシはまだ見つかっていない。だが見つける方法が一つだけある。それは D メールを使う。ちょっとオカメ。うるさい、黙ってろ。ダル、大至急電話レンジ確保狩りの準備を。オッケー。転送先と時間は？転送先は俺の携帯。時間は、マユリが確実にラボにいたのはいつだ？16時16分。さっき携帯のアプリ履歴を確かめたから間違いないよ。どういうこと？思い出したんだよ。マユリと買い物してる時に一度マユリに電話をかけたこと。どのお菓子にするかで待って人もめちゃって、それでマユシに決めてもらおうと。その時は確かにラボにいたんだな。うん、まだお菓子のところに行かないって聞いたら、もうちょっとしたら出るって。わかった、ではその時間にTメールを送ってくれ。計算は任せる。了解。魔改造しといてよかったわ。もう少し冷静になって考えた方が。俺は冷静だ。そうは見えないけど。オカリン、準備できた？よし、電話レンジ確保から起動。放電現象起動。了解。ここは UPX の前か。今日もどうしたにゃ。フェイリス、お前どうしてこんなところに。どうしてってさっきからずっとここにいたにゃ。そうだ、マユリ。マユリはどうなった？てってれー、マユシーでーす。マユリ、マユリ。うわー、オカリ、声大きいよ。もしかして怒ってる？マユリ、お前今どこにいる？
先に帰ってきちゃったんだ。携帯の充電が切れちゃって連絡できなかったの。ごめんね。ちなみにクリスちゃんもラボにいるよ。ちょうど今帰ってきたところだけど。マイリー、ラボにいろ。絶対にそこを動くなよ。いいな。わかったよ。おかえりーん、おかりん。レトリックが間違っているぞ、マユリ。それはトートロジーだ。え？おかえりーんイコールおかえりプラスおかりんだったはず。故に。おかえりん、おかりんはおかえりプラスおかりんかける2となって文法的に不自然なのだ。ははは、確かにそれもそうだね。でもそれはそれでなんだかメイクインニャンニャンみたいで可愛いかも。で、お前の手はどうしてそんな風にハドマンドのようになっている？ああ、これ？これはパン粉だよ。見ればわかる。俺が聞いているのはその理由についてだ。ああ、ダル君のお手伝いをしていたからなのです。何をしてるんだ、ダル。マイネちゃんに触発された。マイネちゃん？マイネちゃんと言ったらクッキンアイドールマイマイマイネちゃんのことに決まってんだろ、ジョコ。つまり料理してるってこと。開発評議会のための料理。買い出しに行ってお菓子はゲットしてきたけど、それだけじゃ物足りないっしょ。なぜお前が作る必要がある？僕が作っちゃ悪い？悪くはないが、ピザはどうなった？ピザラットはね、休み？あそこの店に定休日なんてあったか？定休日じゃなくて臨時休業だって。ダル君が電話したらそう言ってたみたい。何かあったのかな？ピザソースがなくなっちゃったとか。とにかくそんなわけでピザラットはお休みで、それじゃあ代わりにキッチン二郎のメンチカツが食べたいなってマユシーが言ったら、だったら僕が作るよって
ダル君が。ちょうど昨日の放送でマイネちゃんがメンチカツを作ってたんだ。ハードディスクに録画してあるからそれを見ながらなら作れるかなって。だからマユシーはそのお手伝いをすることにしたの。逃げっとできたか？栗ご飯とカメハメハよ。なんで知ってるのよ！俺の魔眼を持ってすればその程度のことを見通すのはたやすい。別にアットちゃんをしてたわけじゃないから、ちょっと調べ物をしてただけ。調べ物？タイムリープマシンはすでに完成している。これ以上何を調べる必要があると？もう それにしてもよかったわね。何が？マユリのこと。連れ出して。実はな。話は分かったわ。ただ長々と説明してくれたところ悪いんだけど、実はその話聞いたのこれで2度目なのよね。2度目？そう、2度目。とにかく今の話を聞いて大体状況はつかめたわ。あんたの身に何が起こったのかも分かった。ただ一つだけ確認しておきたいことがあるの。Dメールはどうなってる？いくつから送られてきたっていう例の脅迫メール。
通のメールは何？これも D メールみたいだけど。20分だったってことね。で、それの何がおかしいっていうの？電話レンジ君、他には1時間単位でしか D メールを送ることができなかったはず。タイマーの1秒は現実の1時間に換算され、その時間分過去へと遡って D メールは送信される。ところで助手よ、15時20分は18時20分の何時間前だ？3時間前。その通り、たったの3時間前。つまりダルは電話レンジカッコ仮のタイマーを3秒にセットしたということになる。一方、これまでの実験結果から D メールを1時間前に送信するのは不可能であることが確かめられている。なぜならこの時電話レンジカッコ仮のタイマーに設定するのはたったの1秒であり、この短い稼働時間では放電現象が起こらないからだ。では3秒ではどうなるか。果たしてこの3秒の間に放電現象は発生したのか。さらにその間に俺はマイルの携帯の送信ボタンを押さなければならなかったはず。どうだろう、俺はダルが電話レンジカッコ仮を起動したのか、わずか3秒の間に送信ボタンを押すことができたのだろうか。答えは今だ。確実に3秒以上かかっていたのだ。ところがどういうわけか、はい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 、わかったわかった、もう十分よ。それ以上言わなくても大丈夫。答え教えてあげましょうか。簡単なことよ。電話レンジは改良されたの。タイマーの1秒が現実の1分に換算されるようにね。だから3時間前に D メールを送ることが可能だったのよ。3時間は180分。橋田は単にタイマーを180秒に設定しただけ。180秒もあれば放電現象に起こす。改良したのは誰だ？もちろん私。ではどう？どうして俺は別の世界線ではその改良をしなかった？そんなこと聞かれても困るけど、多分お金がなかったんじゃない？改良した電話レンジにはものすごく高価でレアな部品が使われてるの。それを手に入れることができなかったから改良は諦めたんだと思う。だったらこの世界線ではその資金はどうやって調達したって言うんだ？魔改造計画で余った資金を使ったのよ。魔改造計画？ちょっと待ってよ、それも知らないっていうの？未来ガジェット魔改造計画、あんたが立案した計画なのよ。
えてないんだ。きっとリーディングシュタイナーのせいね。それじゃあ秋葉発明コンテストの件は？ああ、それなら知ってる。だったら話は早いわ。つまりそういうこと。それだけでは何もわからない。ちゃんと説明してくれ。だからあんたはどこかでこのチラシを見つけてきて、突然コンテストに参加するって言い出したのよ。きっと金に目がくらんだのね。しっけえな。おそらくこの俺のことだから金よりも名誉の方に惹かれたのだろう。まあとにかくそんなわけでラボにあるガラクタの数々を応募することにしたのよ。ガラクタって言うな。でもあんた自身もそう考えてたみたいよ。このままではダメだ。対象は取れん。改良の必要がある。そう言い出したんだって。それで未来ガジェットの魔改造計画を指導することになったわけか。そういうこと。もっとも私は直にその発言を聞いたわけではないんだけどね。魔改造計画に取り掛かったのは一月も前のことだったみたいで、その頃私はまだラボにはいなかったから。